I'm sorry but it's evident in your phone 24/7 no reply when I はい、ガンチャンネルです。今回はですね、こちらのハイラックスを紹介していきたいと思います。このハイラックスはフルでトレイルのパーツが使われているハイラックスですね。買ったのもすごい最初の方に買われたんですよね。そうですね、出て間もないぐらいです。かなりね、日本仕様の初期のハイラックスになっております。もうハイラックス歴は何年になります？これ買ってもう4年、丸4年です。あ、4年、じゃあ多分かなり長い部類の方だと思います。ではね、今からこちらの、トレイル仕様の、ね、ハイラックス、めちゃめちゃゴリゴリなんで、こちらをね紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。ではね、早速紹介していきたいと思います。こちらのハイラックスってなんかすごい唯一無二なカスタムされてませんか？あんまりね、似たようなカスタムしてる人が意外といないんですよね。すごいね、あのオフロード向きでゴリゴリしたカスタムのねハイラックスとなっております。じゃあこちら紹介していきたいと思います。まず目につくのがやっぱこのバンパーですよね。はい、そうです。はい、こちらはどちらのメーカー？もちろんトレイル。トレイルです、はい、僕のチャンネルでも何回か紹介してるんですけど、こちらトレイルのバンパーで、多分ね日本で付けられたのもすごいね、あのオーナーさんが最初の方だと思います。こういったところも光るんですかね？そうですね、一応デイライト扱いでここは全部点灯するようにはなって、結構この辺の配線が大変だって聞いてたので、この辺もねうまく使って車検対応となってるみたいですね。で、次にちょっと見ていきたいのが、やっぱりねこのヘッドライト、前期型の、車外のものになるんですけど、どちらのメーカーですか？忘れました、ごめんなさい。海外製です。海外製の製品ですね、はい、です。まあ、多分つけてる方いられると思うんで、他にも検索すれば出てくるかと思いますこのね二眼風に見えるんですけど、実はこっちがダミーで、ハイトルをこっちで切り替えてるみたいですね。で、ここがデイライトとなっております。あとで点灯シーン載せておきますね。で、次隣に来て、もうオフロードといえばこれですね。 IPF のランプ、こちらがねすごいねオフロード向きで、今すごい人気のあるものとなっております。結構ねこの車両、この IPF のものがふんだんに使われてるんですよ。実はここのねライトもそうなんですよね。こちらのワークライトも IPF 車製となっております。結構やっぱ明るいですか？めちゃめちゃ明るいです。オフロードとか行くとやばいですものすごい明るいみたいなんで、日中はねつけれないとは言ってましたね、はいはい、で、次に見ていきたいのが、バグガードですね。人気のバグガードなんですけど、その上にあるこちらボンネットスクープ、はいはい、こちらの製品つけられてますね。メーカーは不明なんですけど、実はねこれあの純正のボンネットに上から貼ってるだけのものとなりますね。それでこういういかつい、ね、形となっております。こういったところもねすごいね唯一無二ですよね。モザイクの迷彩柄の赤いのがね入ってるっていうのも男らしくてかっこいいんじゃないかなと思います。フロントはなんかどっかこだわりってるポイントとかあります？やっぱトレイルバンパーですかね。ですよね、一番の、うん、はい、やっぱり、うん、はい、オーナーさんのお気に入りやっぱこのトレイルバンパーみたいですね。右の方行ってみましょうか。皆さんね気になってる方も多いはず、シュノーケルです。こちらタイトヨタ純正のものですかね？いや、タイトヨじゃないですね。あ、普通の海外製品です。海外製品。ハイラックスって文字入ってるんですけど、純正のものではなくて海外製品となっております。で、実はこれダミーじゃなくて、ここ穴開けてます本当に。なので、水陸容量車って呼んでいいんですかね？一応、はい、こういうような感じで、一応シュノーケルついてるので、役目としては、浸水した時ね、エアクリーナーの空気を吸う位置が高くなるような感じで、こっからね実際空気を吸ってエンジンに送っているような形となります。ではちょっと横見ていきましょう。はい、こちらのオーバーフェンダー、GI ギアの方で購入されたとのとこの検索で出てきます。あ、出てきて、はい、でこちらも海外製品ですか？そうです、うん、これ海外製品のオーバーフェンダーついてますね。特徴としてはここは少しねカクッとなってて四角くなっているのが珍しいのかなと思いますね。ビスはオーナーさんが塗られてるみたいです、はい、で次ちょっとミラー見ていきましょう。ミラーの方もこちらねシーケンシャルなんですよ。こちらも海外製品で、こういったのつけてますね。で、実はこの車両を前期の Z なんですよね。 Z なんでこういったところねメッキだったのをブラックアウト、各部されてますね。こういうような形で個人のオリジナルの方にね仕上げているような形ですね。こちらもなんか社外メーカーですよね。そうです、社外メーカーで結構お値段も安かった。そうです、
2万円しない2万円ぐらい、結構安いですよね。ボディサイドモールディングみたいな感じで、もうね、隣からドアパンされても絶対ねボディに傷つかないような形となっておりますね。うん、デザインもねこの車両にすごいマッチしててかっこいいなと思いました。でこのサイドステップはどちらのものですかね。これはジャオスです。あ、ジャオス、はい、やっときました。ジャオス車製品、こちらジャオスのものとなっておりまして、結構作りがしっかりしているので、ね、こちらの方も非常におすすめです。透過率 70% ぐらいですかね、ゴーストフィルム70以上あります。あります、はい、全然あります、大丈夫。なので車検も通るみたいです。ゴーストフィルムですね、はい、こちらも車検対応となっております。ちょっと後ろの方行きましょうか。こちらのスポーツバーはどちらのメーカーのものですか。これもトレイルの、あ、トレイル、はい、ロールバービズカーゴです。こちらの方もトレイル車製品で、スポーツバーにカーゴがついているっていう、これで一つの製品ですね。こういうようなものもありますね。やっぱりね、各部ね、前後だったりこのスポーツバーにトレイルが使われている車両ですね。とてもかっこいいです。で、皆さん気になっているこちら、こちらもアメリカ車製のもので、本来だとねガソリンとか入れるものなんですよ。ただ日本だ と、ガソリン自体入れられないので、まあ、小物入れだったりとかね、そういった風にね皆さんね使ってるみたいですね、うん、最近結構多いですよね、このスポーツバーとかラックの横にこういったのをつける方が多くなっております。でちょっと上の方を見ていただくと、 IPF のね4灯のライトがついてるんですよ。かっこいいですよね。フロントにもついて上にもついてます。なんでこの車両、トレイルの他に IPF のねライトがものすごいふんだんに使われております。結構お値段、いいお値段するんですよね。あとこちら、オフロードに行かれる方は必須のジャッキですね、はい、こちらもスタックした時とかね重宝します。こういったのもね常に車体の方につけてますね。荷台の方にはこのハイラックスのデカールが貼ってあります、はい、ちょっと後ろ見ていきましょうか。かっこいいですよね、この後ろ姿、トレイルのアイアンバンパーついてますよ。結構ねフロントだけつける人はいるんですけど、後ろもね前後ともトレイルって方は結構少ないので珍しいのかなと思います。こちらの方はバックライトになってますね。なので純正にある右のバックランプの方はねキャンセルしているような形ですね。鉄製なんで、なんかもうヒッチメンバーの代わりにもなりますよね。そうです。この辺もねシャックルついて、オフロードにねもってこいなものだと思います。ハイラックスって結構ね後ろの方ねロープかける場所ないんで、これとかあると非常に便利なのかなと思います。で、あと気になったのがこの今流行りのファイヤースティック、これすごいかっこいいですよね。結構 SNS とかインスタとかでも見るんですよね、流行りですね。やっぱこういったカスタムされた車両にこういうのついてると非常に雰囲気が出ます。これどちらの製品のものですか。これはラダーフレームさんです。ラダーフレームさん、はい、そちらの製品だそうです。結構ね人気で今売り切れてるみたいですね。荷台の方も開けていきましょうか。はい、おお、ダンパーついてますねゆっくり開きます。でベッドライナーは純正のものですね。僕もつけてる純正のものになります。で奥にあるのが、タイトヨタ純正のユーリティボックス。トラックならではのね荷台のものの盗難とかないようにね、ボックスの中に入れて鍵を閉まるような形となっております。このボックス自体もね固定することができるので、防犯性はね非常に高いかなと思います。次ちょっと横行ってみましょう。これですよ、 ARB のサイドオーニング、今すごい人気ありますよね。プラドとかハイラックス以外でもねこういうの作られてる方いるんで、個人的にねすごいね興味はあります。ただねお値段が結構するので、興味ある方は ARB さんのね覗いてみてください。とフューエルリット、こちらもタイトヨタ純正で結構多くの皆さんつけられてますね。これ見えますかこれかっこいいですよね、この三角窓にねハイラックスって入ってるの。メーカー不明のものでヤフーオークションとかで買われた、そうですね、こちらもヤフオクとか覗いてみてください。こういったの売ってると思います。そうです、皆さん気になってるタイヤ、サイズが295-7017ってもので、ジオランダーの XAT、 オフロードでもね街でも走れるようになっております。こちらマウントカットとかされてますか。かなりしてます、はい、やっちゃってますやっぱりそうですよね、はい、マウントカットされてるみたいですね。とインナーフェンダーもねカットされております。フロントはトレイルバンパーなので特に加工はしてないみたいですね。リフトアップもされてますよね。そうですね、ボディリフトして、あとはミンツさんのこの 1.5 インチの 1.5 インチ、はい、ボディリフトもされてるんですか。はい、ちなみにボディリフトは何インチですか。2インチです。ボディリフト2インチして、そこから足で上げてるような感じですね。そうです、やっぱりかっこいいですよね。
で、あとボディリフトして車高すごい高く上がってるんで、バッツミラーを取ってしまって、カメラですね、カメラで横とフロントの方にもカメラがあるので、それで車検は通ってるような形ですね。で、一応この車両は保安基準完璧に通ってます。なので違法改造ではありません。こういった仕様でね、ここまでかっこよくできるってなかなかないんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今回はね、こちらの、ゴリゴリのハイラックス紹介させてもらいました。僕がね、ハイラックス乗り始めた時も結構最初の方にね、オーナーさんと仲良くさせてもらって、今回やっと動画を撮ることができました。この動画がいいなと思った方は高評価、あとチャンネル登録しない方はね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ではガンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。どうも。